行くぞ。2着以上が準優進出の目安ということになりそうで、3対3内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。インコースからトップタイミングは1号艇の藤原、5コース伸ばしてきたのは5号艇の中澤という子、スッと船を寄せますが、先に回ったのは1号艇の藤原です。2号艇刺してくればちょっとバウンド、外から5号艇の中澤とバックへ入りまして、先頭は1号艇、早くもぶっちぎりました。藤原夏樹です。2番手の次は6号艇の生田が内側からスルスルっと、2号艇5号艇外から来る、最内からは4号艇坂本、スタート正常でした。2マーク先頭は1号艇の藤原、2番手6号艇が競り勝つか生田、その内側からは5号艇の中里ですが、こらえて6号艇の生田ファミレ、上位体系は1番6番5番で2周目に入りました。先頭は陰線、見事なトップスタートを仕切りました1号艇の藤原夏樹、2番手6号艇勝負かけの生田に内側から接近5号艇ですが、振り切るか6号艇外を行って生田後方、おっとちょっともつれがあったか。先頭1号艇藤原、2番手6号艇生田、3番手に4号艇桜本164、4番手以降3号艇2号艇で、現在5号艇の中里はエンスト状態でしょうか。2周2マークから方面へ入りまして、先頭1号艇の藤原夏樹、他の5艇を置き去りにする見事なトップスタートでした1号艇藤原、2番手6号艇生田、3番手に4号艇桜本で最終周回です。5号艇の中里がまだエンスト状態となっておりまして、5選手がその外側、いや動き出したか5号艇中里、しかし大きく遅れている形。先頭は1号艇の藤原夏樹です。6号艇の生田が2番手追走、4号艇桜本が3番手、上位体系は1番6番4番となっております。先頭はインセンターを圧倒となりました1号艇の藤原夏樹です。2番手から追走は6号艇大里発進でしたが、見事な勝負かけクリアか生田ファミネ、そして3番手から4号艇桜本、上位台形は1番6番4番164でゴールを迎えます。第9です。先頭1番藤原ゴールイン、2着6番生田ゴールイン、3着4番の桜本ゴールイン、3番2番ゴールイン。そして大きく遅れております5号艇の中澤優子、ラストターンマークへと差し掛かります。そして後方今5号艇中里がゴールラインを通過ということになりました。以上、尼崎第9レースでした。